はい、ということで、この日はですね、背中のトレーニングということで、まあメインは、デッドリフトになるんですけど、最初にしっかりとね、練習して、でそこからまあ背中の種目をちらほら、やったような感じになります。でちょっと時間に少し余裕があったので、腕のトレーニング、二頭のトレーニングも追加で3種目くらいかなやりましたね。なんでなんだかんだで多分3時間ぐらいトレーニングしてましたね、この日は。はい、かなりのハイボリュームではあったんですけど、まあ最近は4月のね、パワーの大会に向けてやっぱりビッグ3を軸にして、練習をしているので、まあ筋トレがやっぱこうサブにはなってしまうんですけど、またちょっと動画でね、細かくお話できたらなと思ってるんですけど、一応今後はもうフィジークの競技には基本的には出ない方向で行って、でもう本当にパワーの、に特化したトレーニングというか、まあ普段の筋トレを補助種目としてよりそのビッグ3に生きてくるような、トレーニングをね、まあ、自分なりにこう考えて、メニュー構築して、やっていけたらなと思います。まあ、もしかしたらね、ずっと動画見ていただいてた方は、まあ、自分がずっとその毎年絞ってこうバキバキの体でねフィジークに出るっていうのがやっぱりこう基本的にはね、まあ、メインだったんで、ちょっと残念がある方もいらっしゃるかも分かりませんが、まあ、まあ自分は本当に今この競技にすごくハマっててどっぷり使ってまして、今後これでやっていきたいなと思ってるので、まあその辺はご理解いただけたらなと思います。はい、ということで160キロですね、これ。久しぶりに、はい、160キロ浮きましたね。スタートはちょっとこう少し詰まったような印象を多分見てる方は受けると思うんですけど、自分的にはもうしっかり浮いてきたんで、あとはもう引っこ抜くだけだなというような、我慢して上げていくだけだなっていう、感じでしたね。はい、でまあちょっとせっかくなんで170キロを、まあ、久しぶりに持ってみようかなと思って、ベルトちょっとね痛かったんで、怪我したところがナイロンのベルト変えたんですけど、まあちょっと170キロはまだ重かったですね。全然浮かなかったんで、まあ、見てもらえればわかるんですけど、一切浮かなかったですね。まあ、もしかしたら160キロで力を使い果たしてしまった感もあるかもわからないんですが、でまあ最後は、ポーズデッドリフトという練習なんですけど、膝の下ぐらいで一旦こうバーを止めて、足全体にしっかり負荷が乗ってるのを確認して最後引き上げるという、これがね結構きつくて、前回110キロで5回かける3セットできたんで、今回は 112.5 キロで、5×3 をちょっと、目安にちょっと目指してトレーニングをちょっとやってきました。はい、これ2セット目ですね。だんだんねやっぱりファーストプルが重くなってきて、真ん中で1回止めるっていうのがね意外ときついんですよね。ただまあ、自分もまだまだ発展途上というか、もっともっと強くはなるんですけど、フォームがこう固まってないなとか、なんか体の使い方わからないなっていう方はこのポーズデッドをねやり込むといいんじゃないかなと思いますね。自分はこれで結構足でこう踏ん張る、足で押すっていう感覚が分かってきましたね。デッドリフトって結構まあ下にバーがあって、それを手で持って引っこ抜くっていうイメージを持たれる方が多いと思うんですけど、実は意外ともう手はね引っ掛けてるだけ、添えてるだけで、ただバーを握る手段としてでしか腕は使ってないような、自分はそういうイメージで、もう肩から手先までも一直線の棒みたいなイメージでやってますね。はい、であとはもう足が自然と下から踏ん張れてこれば、踏ん張れてくればついてくるよねっていうような感覚で自分の場合は引いてますね。もうちょっとね強くなったら初心者向けにデッドリフトの解説動画とか作れたらなと思います。自分自身がかなりこの3ヶ月で重量も伸びてフォームも固まってきたので、まあこれは皆さんに共有してしっかり情報としていい情報を与えられるのかなと思うので、まあその辺もちょっとねあんまりやってる方いないかもしれないんですけど楽しみにしていただけたらなと思います。でこの後はデッドリフト終わった後は普通に今見た通り、まあ、筋トレをね、いつも通りやりました。まあ結構自分は背中のトレーニング得意だったんで、昔からあんまりこう多い種目やらないんですけど、今はもう完全に自分が好きな種目だけ選んでやってるような感じになりますね。まあパワーの活動がメインになるとは言いつつも、やっぱりかっこいい体で
い続けるっていうのは自分の中でのもうこれはもう死ぬまでのテーマだと思ってるので、やっぱ筋トレっていうのはまあ前ほどその細分化してすごく部位を分けて何種目もやるっていうようなトレーニングはやらないと思うんですけど、まあ王道の種目を引き続き続けて、まあそこが伸びていくことによってね、ビッグスリームにも生きてくるのかなと思うので、まあどこまで皆さんに自分が新しい挑戦をして見せれるかはちょっと分かりませんが、諦めずにまたね違う道にはなるんですけど、同じねトレーニングという枠ではあるんですけど、やっぱやってることが本当に自分は試してみてというか最近始めてみてね、やっぱりフィジークと例えばパワーリフティングっていう2つの枠で捉えた時に真逆というか、全然やっぱりその体の使い方とかも違うし、こういうねボディメイク競技の場合はいかに対象筋に負荷を乗せるか受けるかっていうのが大事なんですけど、やっぱ重さを上げる重量を上げるってなってくると、まあ、その決められたルールの中で、やっていかなきゃいけないし、あとはやっぱりいかに体をしっかりたくさん使えるかっていうところ、まあ胸、まあ、ベンチプレスだったら例えばそうですね胸で迎えに行くっていうよりは胸に効かせるっていうよりは本当に今やってて思うんですけど、やっぱ背中が一番疲れるんですよね。昔はそういう感覚全くなかったし、まあよくパワーのトレーニング、まあ、されてる方がそういう背中がすごい筋肉痛になるんだよっていう話をしていただいた時も、なんでベンチプレスで背中筋肉痛になるんだよとか思ってたんですけど、まあまさに今やってみてなるほどと思っているんですね。はい、なんで本当に180度違う体の使い方をしなきゃいけない競技なので、まあもうトレーニングもう少しで8年目になるんですけど、実質もう自分は今初心者のつもりで練習してます。はい、それぐらい本当違うんで体の使い方が、なんでまあ新しいことっていうのでもしかしたらハマってるのかなと思いますね。はい、まあそんな感じでね、またちょっと動画にしていけたらと思いますので、皆さん引き続きよろしくお願いします。チャンネル登録